はい、ということで初めての Vlog をアップしていきたいと思います。まあ需要があるかどうかわかんないんですけど、私の日々の一日を密着していきたいと思います。はい、まあ今ライブができてないので、どんな感じで日々を過ごしてるかお伝えできたらなと思います。はい、身だしなみ チェックしてからの、はい、事務所にね、来ました。だいたい事務所か家で、まあ、録音したりとか、まあ、曲作ったりとかしてますね。はい、発声練習してます。朝ね、一応ストレッチしてるんですけど、発声の時も首、肩、周り、背中周りちょっと動かしながら、ほぐしながら発声しています。頭皮マッサージブラシみたいなやつを愛用してて、それでね、頭をこうブラッシングしながら 発声してます。これはね、ピアノを弾く前にオイル、ネイルオイル、ネイルが剥がれないようにネイルオイル塗ってます。まあ、ケア大事ですからね。保湿大事です。で、最近は、まあ、ソロの曲と童話の新曲をまたいろいろ作ってるので、こうやってね、ちょっといろいろ歌詞考えたり、自分のソロの曲ちょっとコード考えたりとか感じで作ってます。真剣 真剣です。だいぶね、ソロの曲とアドバの曲ちょっとテイストがあれな、違うっちゃ違うんですけど、で、たまになんか低音、低い音程の出し方の練習をするっていうあれで、こうジャズの曲とか美空ひばりさんの曲とか、なんかそういうのをね、ちょっとこう弾き語りで練習したりするんですけど、やっぱりああいう、こうジャズ系の曲ってね、すごいこう低音、低い音程でこうしっかりニュアンスを出して歌うっていう練習になりますので、ちょっと私ジャズピアノ弾けないので、簡単なコード弾きしか弾けないんですけど、まあ、低音のね、練習ということで。この時はね、ヘレン・メリルの You'll be so nice to come home to って曲を歌ってます。定番の曲ですね。以前ね、六本木とか横浜とかのジャズクラブで歌ってた時によくこの曲も歌ってましたけども、あ、D マイナーでやってます、これは。まあこんな感じで、まあ発声練習して、いろいろね、アドーバの曲だったりソロの曲だったり、曲考えてみたり歌詞考えてみたり、あと、まあ YouTube 用のね、カバーの曲の練習したりしてます。はい、一旦帰ってきて、ちょっとコーヒーブレイクです。コーヒー大好き、ドリップコーヒー。このマグカップはね、ファンの女の子がくれました。北海道のファンの女の子ですかね。はい、ということで、いつもの YouTube の撮影をね、お家でしてます。この日は多分ね、3月9日だったので、レミオロメンのね、3月9日っていう曲をね、やったんですけど、なので撮影がその日なので、このアップするまでにちょっと1週間かかってますけど、いつもこんな感じで YouTube の撮影してます。録音とね、編集と、そしてアップするまで全部一人でやってます。はい、ジムに来ました。ちょっと一段落仕事を終えて、はい、キックボクシングやってます。
もうねジムこのボクサーサイズは1年10ヶ月ぐらい通ってるんですけど、体のメンテナンスってよりももう心のメンテナンスって感じかな。もうやっぱ体も心もすっきりしますのでね、しっかり、はい、プロテインも飲んでお家帰ってきてご飯です。いや本当にでもボクサーサイズおすすめ。もちろん体のメンテナンスにはなるんですけどね、汗をかくってやっぱりすごくストレス発散になるので、心のメンテナンスですね。楽しいです。週に 3,4 回は通ってるかな。はい、これお味噌汁です。美味しそう。これはね、あのお客様からいただいたあの宮崎さんのコシヒカリ、これもね混ぜて食べてます。はい、鏡に手振ってますけど鏡がめっちゃ汚れてる掃除しとかんとねはい、ちょっと短かったですけども、私のとある一日ということで、また次回ね違った感じで Vlog アップしたらしていけたらなと思います。見てくださってありがとう。じゃあチャンネル登録よろしく。おやすみ。じゃあねー。